さあ、前回の続きからね、と言っても私らはそのままぶっ続けでやってるけどな。ネタバレの文句は受け付けないです。一応編集でテロップかなんかつけとくか。壮大な大聖堂。モンド人がこれらを作るのに、どれだけの資源とエネルギーを費やしたことか。しかし、そんな贈り物を受け取った風神は、一体どれほどの見返りを渡したというのだ。信仰は見返りを求めないものだろう。神がそれでいいと思っているのなら何も言うまい。しー、もうすぐ大聖堂に着くんだから、風神の悪口はやめといた方がいいぞ。それに風神も実は、なんでもない。俺は元から大聖堂に入るつもりはない。シスターと話す役目は貴様たちに任せる。え？貴様はモンド城の栄誉騎士だ。深く信頼されている。この役は貴様が適任だろう。それに俺が行けば警戒されるのが目に見えているしな。ああ、それに小さいのが言うように、俺はいつだって教会に対し不都合なことを言いかねない。信仰を拒む者が信仰の地に入れば、待っているのは災いのみ。さあ、話せることは全て話した。俺たちがここで立ち話をしている間にも、アビス教団は動いている。そっか。じゃあ、二人で聞いてみよう。それと、汚れた逆さ心臓については、教会の人間に言わない方がいい。心臓のこととなれば、セピロス教会も黙ってはいられないだろう。しかし、奴らが手を出しても邪魔になるだけだ。それに、誰であろうとアビスと関わったら最後、いい結末を迎えることはない。ここまで来たけど、まだ秘匿させとくんだな。いつかは明るみになりそうな気がしてならないけどね。最近またバーバラには世話になってるけどね、食費がだいぶ抑えられて助かるな。栄誉騎士、こんにちは。元気にしてた？今日はどうしてここに？あ、先に言っておくけど、天空のライアーは貸せないからね。どうやら現実はバレてないみたいだな。オイラたちは情報収集に来たんだ。最古の幸運期って聞いたことあるか？幸運期？さあ、何に使うもの？やっぱり知らないか。じゃあ質問を変えよう。教会は過去に七天神像をなくしたことはあるか？え？あなたたち歴史について聞きに来たの？すごく意外。とっても昔のことだから、そのことについて話す人はもうほとんどいないんだけど、遠い昔、確かにとある七天神像が一夜にして消失したことがあるの。それも何の痕跡も残さずにね。当時教会にいる人たち全員で捜索したらしいんだけど、結局見つからなかったんだって。後にこの怪奇事件は失われた七天神像って呼ばれるようになったの。やっぱり。やっぱり？なんでもない。他に何かあるか？その変わった出来事とか。バーバラには悪いけど、まだ心臓のことは話せない。バーバラの安全のために。変わった出来事？教会に記録されてるものだと、ボー君の遺恨とかかな。でも時期的にはその七天神像とはあまり関係ないかも。ボー君の遺恨？その変わった出来事は、今では風流廃墟と呼ばれるようになった旧モンドで起こったの。あの時はすごく危険だったんだって。誰かがそこに近づくと、天から火の玉が降り落ちてきたらしいよ。天から火の玉？それは怖いな。当時の人々はそれを竜巻の魔人の呪いだと思っていて、ボー君の遺恨と呼ぶようになったの。
その奇妙な現象が1年続いたんだけど、解決できなくて、結局時間が経ったら自然と消失したんだって。うん、後になって教会も暴君の遺恨と竜巻の魔人の関係を否定してるの。だって竜巻の魔人は火の玉を吹けないもの。あの災いはおそらく他に原因があったんだと思う。けどこのことは多分失われた心臓と関係ないかな。他の変わった出来事については私も知らないよ。わかった、ありがとう。ありがとう。何やらまた面倒ごとの気配がする言葉が聞こえたわね。あ、ロサリアさん、こんにちは。騎士団を探してるなら無駄足よ。あの魔物たちがまた現れたの。あの魔物たち？風魔竜の混乱に乗じてモンド城に攻め入ろうとしてきた魔物のことよ。それってアビス教団のことじゃないか？あいつらが現れたのか？ええ、すでに放浪寮に集まってるわ。狼たちもピリピリしてる。もしかしたらアビス教団はボレアスの残魂を狙ってるのかもしれないわね。目的に関しては私もわからないけど、ジン団長がすでに向かっていて、私も裏で動く予定よ。じゃあ私も行く。君は教会に残りなさい。ジン団長からのお達しよ。聖職者としての本職を忘れないように。でもあなただって聖職者でしょ。うん、オイラたちもジン団長の手助けに行くぞ。わかった、栄誉騎士がそこまで言うなら。でもお願いだから気をつけてね。風神の加護があなたたちの安全を守らんこと。またアクティブになりだしたわね。消えたこと自体は認知されてたのか。そして旧モンドを襲った火の玉、また謎は増えるばかりね。なるほど、アビス教団に新たな動きがあったと。汚れた逆さ心臓と関係があるのかもしれない。俺たちもそこに向かおう。でもアビス教団は放浪寮で何がしたいんだ？まさかトワリンの時みたいなことを？もう災いは起きてほしくないぞ。いや、それはない。鎮圧されたオセルとは違って、魔人アンドリアスはとっくに死んでいる。今放浪寮を守っているのはただの残魂だ。アビスの使徒がその残魂を標的にしたのは、風神の眷属から情報を聞き出そうとしているだけかもしれない。祭りの後だってのに不穏な空気が一気に来たわね。前に今行ける場所一帯のアビス皆殺しにしたのに、カーンルイアの斬首なのは分かったが、詳しい発生源は謎だしな。油断するな、行くぞ。甘すぎてキャラが変わらねえ。反応自体はしてくれてんだけどな。近づけば近づくほど敵の数が増えるか。実に教団らしい。おう、行こう。俺はここにいよう。え、どうしてだ？モフモフした生き物が怖いのか？狼とは関係ない。かつての魔人が七神に仕えてるのが気に食わないだけだ。そのような行為を認めるつもりはない。無論話す気もない。それにこういうのは貴様の得意分野だろう。俺にはできない。人と交流するのは問題ないが、神は違う。俺の個人的な意見だと思って聞くがいい。いいか、神に対していつどんな時でも警戒を怠るな。奴らを信じ切るな。そして簒奪や強行の道にも落ちるな。たとえ貴様が退治したあの憎き敵であっても。神
神を信じるなとか、強行の道に落ちるなとか、矛盾した考え方だよな。結局ダインは七神を憎んでるのか、それとも守ってるのか。ふん、過去の教訓だ。最後に事実を一つ教えてやろう。え、なんだ。カーンルイヤは神によって滅ぼされた国、そしてそれがアビス教団が七神の国を滅ぼしたいと思っている理由だ。話はここまでだ。今は優先すべきことがある。俺は残りのアビス教団を片付ける。貴様も手っ取り早く終わらせろ。ことが終わったら放浪寮の入り口で合流だ。ああ、もう行っちゃったぞ。本当におかしな人だな。ああ、お前も見知らぬ神のことを警戒してるもんな。リーユへのゲーセン儀式の時もダインと似たような選択を取ってたし。まあお前も大変だな。栄誉騎士パイモン、どうしてここに。ああ、ジン団長、無事でよかったぞ。ロサリアからここで戦ってるって聞いたから火星に来たんだ。そうか、感謝する。今回の暴動は通常のものとは違う。アビス教団が放浪寮を囲い始めている。私も兵を向かわせているところだ。そして放浪寮を偵察していたところ、君たちに出会ったんだ。ロサリアが言うには、奴らの標的はボレアスのようだ。しかしアビス教団とボレアスに一体どんな関係が。単純に面倒を起こしたいだけなんじゃないか。ほら、アビス教団はトワリンにもちょっかいを出しただろ。風神の眷属にもう一回手を出してもおかしくないと思うぞ。確かに一理ある。とにかくこの辺り一帯の脅威は全て私が引き受けよう。栄誉騎士、君は王老のもとへ向かって状況を確認してきてくれないか。魔人の残魂、めったにお目にかかれないが、君はそれに会ったことがあると聞いた。君が適任だと私は思う。うん、気をつけてくれ。後のことは任せた。セピロスの栄誉騎士。おおむね動機は正解ってところか。やっぱり根底は報復よね。神を信じるな。ねえ、強行はまあ論外として、イラッと純粋であれってとこかね。今回は割と言葉に詰まるわね。はい。おいおい、こりゃやばいんじゃねえか。レザーだ。あと、アビスの使徒。時すでに遅しってのはやめてくれよ。ここは、お前を歓迎しない。残魂の狼にも後継ぎを守る習性があったとはな。防衛のためか。しかしその実力、魔人の足元にも及ばぬ。我々に服従すれば神に匹敵する力を得られるだろう。過去のようにな。それこと何の儀式だ。苦しそうだぞ。トワリンの時と同じ腐食か。狼は屈しない。でもこれ以上は。何度やろうと無駄なあがきだ。またか、また行動パターン変わったりしてないわよね。ひとまず邪魔だし、ヒルチャールだけ片付けますか。うん、あっちも特に変わってなさそうだし、今度は初っ端から潰す。うん、どうした。
言った。でもやっぱり隠してたわね。ファズイみたく水をまとったか。あいにく氷は不在でね。蒸発と拡散しか手はないわね。この手のやつは大体凍らないからね。螺旋でもまとわれる前にぶっ殺すを通してたからな。ここだよ。やっぱり行動パターンも変わってる。ただの防御アップじゃないわよね。でもまだこれだけじゃコケ落としね。変わってるけど、まあまだ想定の範疇だな。おお、あれが大技っぽいわね。食らったらヤバそう。なんかあの動きメタルギアライジングのミストラルを思い出すわね。確かにあれと似た攻撃をしてたな。あいつは双剣だけど、あっちは棒だったもんな。あと少し。あれ、剥がしたら終わった。人生を儀式が中断されたか。運が良かったな。残魂にもこれほどまでに固い意志があったとは。しかしこの程度のこと何の影響もない。また消えた。ありがとう。いいところに来た。こんな無様な姿を人間のルピカに見せるとは。しかしアビスの使徒、我も甘く見られたものだ。オーロ、試練拒まない。でも不気味な外来者、起きて守らない。俺も罠に気づかなかった。それってアビス教団は試練を利用して王老を呼び覚まし腐食しようとしたってことか。ありがとう。俺の爪もっと強くなる。お前たち危険な匂いたどってここに。いや、オイラたちは話を聞いてここに来たんだ。鼻はそんなに良くないからな。助けに来たついでに質問させてくれ。そのこちらの魔人伝は最古の幸運期を知ってるか。我は人間の造物なぞに興味はない。故に幸運期なるものは知らないが、印象に残っている機械なら一つある。あれは我の試練に誤って立ち入り、我もあれを試練を受ける勇士として扱った。知能はなく、ただ戦闘と殺戮のためだけに作られたものだ。我の攻撃で損傷し、倒れる前にこの試練場を離れたがな。その感じだと最古の幸運期の可能性もなくはないぞ。ミサイル？いや、さっき言ったように人間の造物には興味がない。そのような言葉我にはわからない。回転と跳躍、そして火の玉を放つ力は魔人には及ばないが、神の目を持つ者より上だ。火の玉？なんか最近どこかで聞いたような。
とにかくこれって最古の幸運鬼はモンドに来たことがあるってことだよな。しかも最古の実力は他の量産型の遺跡守衛よりもだいぶ強いものみたいだ。でもこの話によると狼の試練で損傷してるみたいだな。役に立った。大助かりだ。ありがとう。オイラたちは重要なことを調べに行くぞ。アビスの使徒が離れたとはいえ教団の攻撃はまだ止んでないから、お前たちも気をつけろよ。うん、もっと危険な匂いある。お前たちも気をつけろ。すごい情報が手に入ったな。早くダインに知らせよう。後で周一の試練私も受けないとね。リング出るといいな。そうだ、ダインはジン団長に会ったか。見かけたが会わないように避けた。彼女は志賀騎士であり代理団長でもある。俺を警戒している。気をつけなければ彼女の調査対象になってしまうだろう。ところで魔物は片付けたが情報はなかった。そっちは何か収穫があったか。なるほど、これで最古の幸運鬼の全貌も少しはつかめるだろう。え、本当か？王老から聞いたことだけで？それだけではない。もっと全体的に考えた上で出した結論だ。例えば貴様たちが教会で聞いた歴史について。そうだ、そのシスターから聞いた暴君の遺恨に関する事件だ。暴君の遺恨は放浪寮から逃げた機械が発射したミサイルなんだ。狼の試練で損傷した後さまよい続けて旧モンドの廃墟までたどり着いた。人が近づくとミサイルを発射してたけど、ある日ついに壊れてその天から降る火の玉もなくなったんじゃないか。当時のモンドの人はあまり遺跡守衛を見たことなかったから暴君の遺恨って呼ぶようになったんだと思うぞ。どうやら次は風流廃墟と呼ばれるあの場所に行って詳しく調査する必要があるようだ。うん？それはどういう意味だ？それって、ああ、わかったぞ。あの高騰に居座る守衛は確かに印象深かったな。ボレアスがじらしてたけど、あれで確定だったのね。確かに何体か動いてないのはいたけど、ひとまず行ってみるしかないわね。これだよな。よし、元素近くで見てみようぜ。おー、どうだ？何かわかったか？何もない？期待してたのに。何か勘違いしてるのかな。方法の問題だ。幸運鬼に元素資格を使っても意味はない。動作のエネルギーが元素ではないからだ。俺が試してみよう。完了だ。アビスの使徒がずっと探していた最古の幸運鬼の目だ。今まだ残っている遺跡守衛は全てこのプロトタイプのレプリカ。その戦闘力は計り知れない。プロトタイプ？うん、難しい単語だな。カンルイヤの用語か？アビス教団の思惑通り目を汚れた逆さ心臓の手に置けば渦の魔人オセルの死体をつなぎ機械魔人を創造することで
天空の島にあるカムクラを揺るがす力を新たに誕生した魔人に与えることができる。はあ。じゃあこの目はどうするんだ？まあこの流れで教会に持ってくのはまずいし、まあ隠すしか選択肢としてはねえよな。いや、俺が保管する。ダイン、それを使って悪いことを企んでたりしないよな？疑いたければ好きにしろ。俺はその力が利用されないために確保する必要がある。他の場所に隠しても見つかる。教会も信用できない。おう。それだけではない。不安要素を残さないよう、あの汚れた逆さ心臓を処理しておく必要がある。教会に介入させるつもりはない。俺たちだけで終わらせる。処理とはつまり破壊することだ。破壊？あの七天神像を？価値のある文化物だぞ。本物の神が、バーバラが知ったら今度こそ失神するぞ。七神のものを俺が守る義務があるのか。あの遺跡へ戻って逆さの心臓を破壊する。それに運が良ければアビスの使徒とも会える。俺がいれば今度こそ奴は逃げられない。悪用されるよりかはマシってとこか。しかし、世話になってる心臓をぶち壊すってのもなかなか気が引けるな。もう引けないところまで行ってる以上そんなこと言ってる場合じゃないわ、だな。当たり前だけど、さっきと変わってないわね。まさか、またここに戻ってくるなんて。やっとのことで逃げ出したのに、また自分から入るのか。オイラたちみたいに勇敢な冒険者はテイワット大陸でも希少だと思うぞ。あの不気味な心臓を見つけるには前に逃げてきた道をたどっていけばいいはずだよな。よし、じゃあ出発しよう。警戒は解くなよ。お、怖い怖い。落ちて爆発のエネルギー消えるのは勘弁。でもお宝はしっかりいただくわ。特に問題なく行けたわ。どうやら着いたようだな。海水体、実に不快な部屋だ。貴様の言う不気味の意味が理解できた。やっぱり怖い。気をつけろ。汚れた逆さ心臓に汚されるな。アビスの使徒もここにいる。やはり勘が鋭い。相変わらずしつこいな。教団の敵ダインスレイブよ。その体から漂う恐ろしい血生臭さ、漆黒の悪夢からのものか、それともなるほど、実に危険だ。この腐敗の匂い、よく知っている。どうやらお前も我々と同じ危険なものであるようだ。しかし教団以外の危険は檻に閉ざされているはず。ち、その下腐敗しきっているようだな。切り落とす。これで3回目か。もうさすがに言うことはねえな。
アビスの魔術師召喚は引いてないわよ。こいつらの方がよっぽどめんどくせえよな。まったくだ。これアビスの人だけ倒したら終わりとかない。爆発は入ったな。あとは起爆剤を。外れか。まあこういうこともある。ダメか、あれくらいになると使ってくるし、調整してから殴ればあの段階すっ飛ばせるんじゃねえか。確実にやるとするならそれが安定ね。逃げようなんて思わないでよね。走るより飛ぶ方が早いよ。一緒に遊ぼうよ。審判。足元に気をつけて。いってらっしゃい。逃げようなんて思わないでよね。足元に気をつけて。絶滅の残響。うん、これ剥がしたら強制的に体力なくなるのか。感動の再会って雰囲気じゃないわね。その人、もしかして…ソラ…さっき、アビスの使徒のために攻撃を防いだぞ。お前の妹さん、アビスと…ソラ、どうしてダインと一緒に…え？お前の妹さん、ダインを知ってるのか？ホタル、また会ったな。どういうことなんだ？ダインが妹さんの名前を知ってるぞ。ソラ、その人と一緒にいちゃダメ。その人は私の敵。ホタル、これは言わなきゃいけないことなの、ソラ。ダインと一緒に私を、アビスを阻止しないで。その人、ダインスレイブは、最後のカーンルイヤ宮廷親衛隊、末光の剣。500年前、彼はカーンルイヤの滅亡を阻止できなかった。その時に不死の呪いをかけられ、荒野をさまよった。彼が守ろうとした民がアビスの怪物になるのを見ながら。ダインがカーンルイヤ人だって？500年前に滅びたあのカーンルイヤ人？それに民が怪物になるって、今のアビス教団はカーンルイヤと関係があるどころかカーンルイヤの移民だったのか？ダインはお前の敵って、何が何だかわからないぞ。いえ、もちろん空がいる場所が家だよ。でも私はまだ空と次の世界に行けない。
少なくとも今はできない。アビスが鎌倉を下す前にまだ天理との戦いが残ってる。聞いてソラ、私はすでに一度旅をした。だからソラも私と同じように終点にたどり着けば、この世界の淀みを見届けることができる。私たちはいずれ再会する。急ぐことはないよソラ、待つだけの時間が十分にある。私たちには十分時間がある。話してたこと難しかったよな。全部理解できたか？そっか、じゃあもう一回整理しようぜ。言葉が出ねえな、情報があまりにも膨大すぎる。まずはあのアビスの使徒、お前の妹さんを姫様って呼んでた。お前の妹さんはアビス教団を率いてて、アビスの使徒よりも地位が高いってことだな。一番高いかどうかはわからないけど。それとお前の妹さんが鎌倉を下し天理と戦うのが目的だって言ってたけど、どういう意味なんだろう。七神と七国を滅ぼすってことなのか。あとアビス教団の怪物はカーンルイヤの民が歪んでできた化け物だった。これは恐ろしいことだぞ。ダインはカーンルイヤ人で500年前に全てを経験した。でも怪物にはなってなくて、500年経った今ではアビス教団と対峙している。それってお前の妹さんが言ってたダインは私の敵って意味だよな。でもアビス教団の怪物が当時のダインが守ろうとした民なら、どうしてダインはアビス教団と敵対してるんだ。それに一緒に探してた妹さんもどうしてアビス教団に協力してるんだろう。おお、そうだな。ひとまず元気出していこうぜ。オイラたちの旅は終わってない。出発しよう。こんな嫌な場所から出て、日差しの差す明るい地上へ。お前の妹さんが終点にたどり着けって言うなら、たどり着いてやろうぜ。旅人、一緒に行こう。終わった。どっかの誰かさんが言ってた通り、まだ旅は長くなりそうだな。変化した姿ってことは、今まで殺めたアビスの魔術師も可能性としてはなくはないってところだな。そして名前がなぜか空呼びだったし、装飾の発光部も白だった。疑問を上げ出すとキリがなくなってくるわね。今できることは本当に前に進んで終着点にたどり着くことだな。こいつも結局どうしたものか。処分する前にダインは行ってしまったし、ひとまず宝箱開けますか。さあ出ますかね。ほんと、ゲイマイでまた壮大な喧嘩が始まりそうな予感に追わせて終わったわね。時間はあるとは言ったが、でも情報が足りないのは事実。次のストーリーで前に進むことを願うばかりね。新しく手に入る力のためにも備えはしておかないとな。次の動画はまたイベントが進むか、魔人任務が更新されてからかな。そうなるな。それじゃあ、またその日まで、ご視聴ありがとうございました。